こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。これ今何の称号をつけてるんかと思ったら仮面ライダーやった。はい。ね、長老の動画撮った後にすぐに撮ってるんですけども、今ね、今はじゃなくて、何て言おうと思ったっけ。今回は、はい、無課金サブの赤ね。さっきのサブサブ赤やけど、これサブ赤、何でも OK の、無課金やったら何でも OK の柴犬丸でございます。はい。やっていきましょう。はい。5月のクエストでございますね、今日は。はい。レベル9をね、ちょっと生放送で、この撮影時点では、昨日の、4月30日から5月1日ジャンプにかけての、生放送で、クリアしたんですけど、あの時はね、ちょっと、ね、まあ、時間的にね、ちょっといろいろ、もう最速、最強、まあ、いろいろボックスが充実してるメインアカウントで攻略となったので、ちょっと編成難易度も爆上がりやったんですけど、結構ね、この、結構もうほんまに、結構って言い過ぎやな。結構お手軽な編成で、クリアできるので、それでちょっとね、今回挑戦していきたいと思います。はい、こちらでございますね。はい。ストーリーカリンとストーリーサクヤでございます、ジラフで。はい、ではまずご紹介しましょう。はい、ストーリーカリンに、小学生7コンボ、毒目覚め、悪魔キラー。ボスが皆さん挑戦した方はご存知かもしれないんですけど、オシリスなんですよ。オシリスって超転生オシリスで、神、悪魔、体力、どれかのキラーが、あるキャラが、めちゃくちゃもうドハマりするんで、もうそれをね、基準にリーダーフレーとかサブとか選んでいただければと思います。で、ある程度が自由利く、僕は今回、これもね、僕のうちの、モデレーターさんに教えていただいたんですけど、カリンを、今回ね、選ばせていただきました。で、毒目覚め耐性、悪魔キラー、小学生7コンボに。で、操作時間がね、どうしても短くなっちゃうんで、操作時間15秒というね、ゆったりパズルで大丈夫な限定操作時間の、リーダーとしても優秀ですね。はい。で、こちら、超ボルケーノドラゴンですね。超ボルケーノドラゴンに悪魔キラーで上限解放。で、小学生7コンボ。7コンボの暴力でぶっ潰します。はい。で、こちらが、育成、中途半端なんですが、こんなんでも絶対勝てると思います。バレンタインアンドロメダですね。はい。バレンタインアンドロメダに、小学生10コンボ強化。潜在何も振ってねえ名前か。はい。で、悪魔キラー2つついてるんでね。はい。これでもう十分もうぶっ刺されます。はい。で、こちらがヤマトですね。ヤマトに、小学生が4色攻撃強化ですね。で、上限解放。こう鍵ついてるのはですね、ちょっと、いろいろ育成してたらちょっと切らしちゃって、在庫がないので、もう今回はこれでご勘弁ください。全然ね、ヤマトをフレンドにしても全然いいと思います。その場合はね、ちょっと攻撃タイプっていう自由度がちょっと下がっちゃうんで、あれなんですけど、はい。で、こちらが、シャゼルですね。竜騎士、竜学士ガチャのガチャ。竜騎士、竜冠士か。のガチャですね。はい。悪魔キラー3つ。で、小学生も含めて4つつきめれます。で、お邪魔目覚め。僕、この編成はね、お邪魔とか毒とかを利用しない場合は、お邪魔毒目覚め耐性はつけといた方がいいと思います。スキルレベルは全く上げなくていいと思います。はい。で、こちらがストーリー咲夜でございますね。あ、ストーリー咲夜、超学生していいんかと。ちょっと超学生つけてきます。はい、超学生つけてきました。はい、超学生4色攻撃強化ですね。はい。悪魔キラーとかね、もうフレーだけ持ってらっしゃる方は振ったらいいと思うんですけど、僕ちょっと在庫これも切らしておるもんで、はい。ちょっと、省略させていただきます。はい。それでは5月のクエスト、レベル19。レベル19ちゃう。レベル9。スキル使用1回、挑戦、対戦。よろしくお願いします。基本的にね、もう、色組んでいくだけですね。はい。指の心配はないんで、はい。操作時間も減らされるんでっていう意味でもありますね。操作時間固定は。はい。で、はいはい。ちょっと待って。はいはい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 。ここはそんなに、こだわらんでも、割とね、いけちゃうんすよね。よいしょ。はい。で、こっからカッチカチになるんで、はいはい。痛い。で、ここはもうね、泥鏡とか入れてきたらいいんですけど、僕のボックスに見当たらなかったんで、今回はこれで、できるだけね、このターンで、もう、どうせダメージ与えないんで、どうせダメージ与えれないんで、もう全員消しと、全員消しできるんかな？ここはね、
水のねマイナスドロップはね消しといた方がいいんですよね。言いながら残ってるんですけど、はい、こっからですね、こっから、はい、とりあえずね、火は7コンボの暴力で絶対消しときたいと。あ、なんでトゲドロップも大変かったんやろ。時間には余裕があるんで、はい、あ、多少ぐらいやったらね触っても大丈夫なんで。おお、火の落ち込み激熱くんですね。よいしょ、はい。で、とどめに、ナリカブラ。ナリカブラ、ワノ国編めっちゃいいとこですね、今。で、これもと。はい。いや、ちょっと色なくない。これもこうしようか。はい。こんな感じで全然ね、多分いけると思うんで。はい、はい、こんな感じでね、あっさりクリアできるんで、はい。ほんと、皆さんおすすめです。結構、編成難易度は落としたつもりなんですけど、はい。それで、魔法石が、ね、9個もいただけたということで。ございました。それでは今回はねこの辺でお開きにしたいと思います。次回はねこの魔法石68個使って、スーパーゴトレス引いていきたいなと思ってます。まあ、仮面ライダーはねまだ猶予があるんですけど、ちょっとね奥調を取るためにもこんな感じでねもう現環境トップをねトップランナーのキャラクターがウルトラしか持ってないんで、ちょっとそろそろね時代に追いつきたいなと思って、スーパーゴトレスを弾きたいと思ってるんで、そちらの動画もお楽しみにください。お楽しみに、お待ちくださいか。はい。この後撮ります。はい。それでは、よろしければね、この動画がよろ、面白いと思った方は、チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。ありがとうございます。登録してくださって、高評価を押してくださって、ありがとうございます。先に言うときます。はい。あとね、活動一覧っていう、概要欄にそのまま貼ってあったり、星もリストっていうね、あるんですけどね、まあ、タッチペンとね、タッチペンとね、ペン先が一応2つ入ってるだけなんですけど、はい、普段はね、こんなアピールしないんですけど、一応ね、全然気にしなくていいんですけど、はい、僕、5月30日、誕生日なんで、はい、全然気にしなくていいんですけどね、はい、それではね、また次回お会いしましょうか。はい、それではね。バイバイ。